さてプレイヤーアクション、最後に紹介するのはフォースです。フォースはテクニックと呼ばれる、いわゆる魔法のような遠距離からの属性攻撃が得意なクラスです。それではフォースの装備武器ロッドのアクションについて紹介します。ロッドはテクニックを使い分けることで複数の属性による攻撃が行います。今回は炎属性と氷属性のテクニックについて紹介していきたいと思います。フォースな。まずは炎属性のフォイエから。フォイエは高いダメージを与えるシンプルなテクニックです。今作ではノンチャージとチャージでテクニックの性能が変化するようになっております。チャージをしない場合は直線に炎の弾を飛ばしますが、チャージをすることでターゲットとしている対象の周囲にダメージを与えるものに変化します。続いて氷属性のバータです。氷属性のテクニックはチャージをしないで打つと氷の結晶が発生し、これを溜めた状態でチャージバータを当てると結晶の状態に応じて大ダメージを与えることが可能となっております。ご覧いただいているこちらですね、通常攻撃となります。通常攻撃は遠距離から弾を飛ばして攻撃できるので常に遠距離を維持して戦闘することが可能となっております。ロッド専用の武器アクションはソードのガードに似た性能になっており、その場で攻撃を防ぐことが可能です。以上、フォースの説明動画でした。